皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上を取れるようにする動画12回目、今回は名詞の複数形についてお話します。名詞っていうのは人や物の名前のことですけれど、日本語は名詞が一つだろうが、ね、二つになろうが、三つになろうが、名詞の形変わることないんですけれど、英語はちょっとだけね、変わるんですよ。今日はそのお話です。基本的にはね、動詞の三単元の S、覚えてますか？この三単元の S の付き方、これと同じです。ですから、まず、基本の S をつける名詞についてお話します。 S をつける名詞、まず本ですね。一冊の本というのは A book、ね、A ってのは一つのって意味ですよね。 A book、 これ一冊の本、これが二冊の本になると Two booksブックの後ろに S がついて Two books、 こうなります。それから一匹の猫、一匹ですから A をつけて A cat、 これが三匹の猫、ね、こうなると Three cat の後ろに S をつけて Three catsこうなります。それから1個のリンゴ、リンゴの時にはあではなくてあんをつけましたね。 an apple で、 an apple、 なぜあんかというと、リンゴの apple の最初の音が母音、母音というのはあいうえおの音ですね。この時にはあではなくてあんをつける、こういうルールがあったからです。これがたくさんのリンゴになると、たくさんのって a lot of をここでちょっと使ってみますね。 a lot of apples、 このように S がつくわけです、ね、上からいくと一冊の本 a book が二冊になると two books、一匹の猫 a cat、 これが三匹の猫になると three cats、 S がつくんですね。一個のリンゴ an apple、 これがたくさんのリンゴになると a lot of apples、 で、こういうグループは名詞の後ろのところ、ここに S をつけるグループになります。次は ES がつく仲間のお話です。スペルが SXCHSH で終わる名詞、これが複数形になった時にはその語尾に ES をつけます。例えば一つの箱と、これは A box、 box は X で割っていますよね。これが5つの箱になると5box is と、 five boxes、 ね、 X の後ろに ES がつくんですね。1台のバス、 a bus、 S で割っていますよね。これが4台のバス、 four、 こうなるとバスの S の後ろに ES がついて4 buses、 こうなるんです。それから1枚の皿、 A dish、 これ SH で割っていますよね。ですからこれ8枚の皿になると8 dish、 ES をつけて is と8 dishes、 こうなるわけですね。 A box が5 boxes、 A bus が4 buses、
そして additional 8 dishes、 これらに ES がつくんです。では次は Y を I にして ES という形になるグループです。神事というのはローマ字のあいうえお以外の文字のことですね。この神事プラス Y で終わる名詞、これが複数形になると Y を I に変えて ES をつきます。 Y を I に変えて ES をつきます。例えば一つの物語、これは A Story、 Y の前が神事ですよね。 A Story、 これがたくさんの物語になると、たくさん、さっき A lot of 使ったので別の Many を使いましょうか。 Manyストーリーで Y を I にして ES と Many stories、 こうなります。一つの国、 A country、 ね、神事 Y で合ってますよね。これが15の国、15って15ですね。 15カウントリー、 Y を I にして ES、 countries となります。 15 countries、 一つの市、 A city、 Y の前は神事ですね、 T ですから。これが6つの市になると 6CTY を I にしてIs と six cities、 こうなりますね。神事プラス Y で終わるものは、例えば A story は many stories、ね、これ Y を I にして Yes、 A country は15 countries、 一つの市が A city、 6つの市だったら six cities、 ね、 Y を I にして Yes をつける、こうやって複数形が出来上がります。次は形が全く変わっちゃうものについてお話しします。複数形になると形が変わってしまう名詞、たくさんあるんですけれど、ここでは人に関わるものを3つ取り上げました。まず一人の子供、 A child、 これが3人の子供になると3 children、 A child が3 children、 child が children になると。でもちょっとね、スペルよく見ると children の前の部分は child と同じで、 child の後ろに ren という部分がつくんですね。でも音は全く違ってね、チャイルドがチルドレン、こうなります。で、一人の男性、 A man、 ね、A man、 これが10人の男性になると10 men、A の部分が E に変わってますね。 A man が10 men で、一人の女性、これが A woman、ね、A woman、 これが二人の女性になると2、ね、スペルだけ見ると、ここと似てるのでウーメンって発音したいんですけど発音変わります。ウィミン、ね、トゥウィミン、こうなるんですね。アチャルドが3 children、 アマンが10 men、 アウーマンが2 women、 このような変化をします。今回は名詞の
複数形についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようならー。